皆様こんにちは、石原まさゆきとララです。今日は私たちにとって初めての、ダンスビュー DVD の収録と なりますけれども、今日はスタンダードの基本的なテクニック、そして応用のテクニックへと、段階を置いて説明していきたいと思いますので、どうぞ皆様最後まで楽しんでください。それでは早速始めましょうか。それではどうぞ。はい、それでは今回の、テーマですけれども、今回私たちが考えてきたのは、スタンダードの、ステップとかステップに関する技術ではなく、本当に根本的な、テクニックについて紹介したいと思って用意してきました。例えば、立ち方であったりとか、基本的なカップルの、ポジション、そしてカップルでの、普通の、歩き方、回転の仕方、ステップではなく種目ではなく、スタンダードの本当に、根本になるようなテクニックを、紹介してい、いきたいと思ってます。なぜこのように考えたかというと、まずはですね、ステップばかり考えてしまうと根本の技術、がないとそのステップをうまく踊りこなすことができなかったりとか、また、その日によってコンディションの違いとかもあると思うんですけども、そういったコンディションによって左右されない、テクニックをしっかり認識して自分でトレーニングすることで、その日のコンディションに左右されずに、いい踊りができるようになるというふうに、感じてますので、こういったことを、私たちは小さい頃から、海外の方でテクニックを勉強して、やってきました。そのテクニックを今日は紹介していきたいと思いますので、今日のテーマはスタンダードのベーシックということになります。どうぞ皆様ビデオを見ながら、楽しんでみてください。それでは最初の基本はまず立ち方になります。スタンダードの立ち方ですけども、この立ち方はポスチャーと呼ばれてまして、足元から頭の先までの線をどのように作るかということについて紹介したいと思います。まず一番最初、ポスチャーの、原型、一番最初の元になる部分ですけども、足元に注目してみてください。スタンダードの基本的な足の立ち方は、足を平行に綺麗に揃えた状態を作るようにしましょう。で、この足が綺麗に閉じてても、人によっては少しこのように足が開いてしまったりとか、もしくはちょっと前後にずれた状態でこれで綺麗に立ってるというふうに、認識している方もいらっしゃるかもしれませんので、もう一度自分の足元を見て、綺麗に左右の靴が平行に揃ってる状態というのを確認してみてください。これがまず最初のステップです。で、それから、足元から骨盤にかけてまっすぐ垂直な線が見えるように立ってみましょう。その上におへそ、胸骨で鼻を通って頭のてっぺんまで垂直な線が通るように立ってみてください。まずこれが最初の基本的な、ポスチャーです。そしてもう一つ、考えてもらいたいのが、正面からだけではなく横から見た時の立ち方ですね。ここにもちょっと注目してみましょう。私たちが勉強しているところでは、ボディーラインといって横の線を意識することを、教えています。どのように意識するかというと、足のボール、ボールというのはここのあたりですね、ちょうど足の指の付け根のあたり、ボールの上に骨盤を乗せて、肩を乗せて、耳を乗っけて、この骨盤、肩、耳が垂直にボールの上に乗っかるように意識をしてみてください。これが例えばお尻のところ、ヒップが少し後ろに引けてしまったりとか、もしくは肩が後ろの方に行ってしまったり、または耳が前にこう出てしまったりならないように、できるだけ垂直な軸を意識して、もちろんお腹を引っ込めて、お腹も前に出てしまうとあまりいいポスチャーだとは言えませんので、しっかり垂直な
姿勢を、ポスチャーを意識してみてください。ですので、正面から見たときにまっすぐ、横から見たときのボディラインも垂直にして、きれいに立てるように意識をしてみてください。またこのポスチャーを、しっかり意識した上で、簡単なエクササイズもありますので、そちらも見てみてください。はい、それでは基本の立ち方を、意識した簡単なエクササイズを紹介したいと思います。ワルツのボックスステップ、ご存知でしょうか。男性は全身から入るんですけども、左足から1、2、3、1、2、3、女性は右足から交代で1、2、3、1、2、3。このステップを、今左足から前進してたものを、次は右足前進から、女性は左足交代から1、2、3、1、2、3、これで逆ができましたので、また最初に戻ります。左足から前進して1、2、3、1、2、3、逆足から1、2、3、1、2、3。このような簡単なステップで構成されたエクササイズを今からやりたいと思いますけども、この時に意識をしてもらいたいのが、男性も女性も足元は平行にした状態で、姿勢もしっかりとボールの上にボディラインを意識をして、まっすぐと綺麗なポスチャーで男性も女性も立ってください。で、手を男性と女性の真ん中にバランスよく置いて、でそこからしっかり1のステップで、男性まっすぐ自分の体の向いている方向に左足を前進させてください。女性はそれをフォローするように、まっすぐ右足を後退していきます。1、2は真横に90度横ですね、ライズをしながら2とステップをして、で3で足を閉じてから、両かかとを同時に床に近づけてください。3で降ります。で今度はまた1で、女性が前進、1、2、3で降りたら、今度は踏み替えずに逆足から1、2、3、1、2、3、このようなエクササイズになります。でこれをただ実際に1、2、3、1、2、3でやるのではなくて、少し工夫を加えたいと思いますけども、2小節に1回のステップをやってもらいます。このような感じです。実際やるとこういう感じになります。1、2、3、2、2、3、1、2、3、2、2、3、このような感じで逆もやっていきます。これを実際に、しっかりとライズをした時に気をつけなきゃいけないのは、先ほど言ったように平行にすること、そして足首がこういうふうにシェイクしないように、また置き直したりしないように、あとはライズをした時に小指側でライズをしないように、できるだけ内側でライズをするような意識を持って、このステップを踊ってみてほしいです。でこれを実際に1曲、繰り返しやることで、自分たちの足首の安定性が、どん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 強化されていきまして、足首が安定すると、上体も緊張がほどけてきますので、ぜひ皆様にはこのエクササイズをやってもらいたいと思います。実際にそれでは音楽に合わせて少しお見せしたいと思います。このような感じになります。それでは角度を変えてもう一度お見せしたいと思います。
以上になります。はい、続いての基本はカップルポジションです。スタンダードの基本のポジション、ホームポジションですね。これはクローズドポジションと言います。クローズドポジションの組み方について、説明していきたいと思いますけども、まずその前に男性のクローズドポジションの、作り方、そして女性の、クローズドポジションの作り方、そして2人で、ポジションを作った時にどのような形になるかというのを、紹介していきたいと思います。まず男性の、クローズドポジションの作り方です。まず男性は最初のスタンディングポジション、クローズドポジションの時に、男性は右足に体重を乗せます。左足を横にポイントします。でこの時に先ほど言ったように足元は平行というのが基本のポジションなので、足を広げた時にこう外股になってしまったり内股になったり、足がちょっと前に行ったり後ろに行ったりとしないようにしっかりと真横にポイントして平行で、膝は軽く曲げましょう。で男性の体の面は常に正面に向いているように意識してみてください。ここで体がこのように背骨が少し反ってしまっちゃったりとか、おへそが極端に相手の方に向きすぎてしまって正面がはっきりしない状態にするのではなくて、しっかりと自分の正面というのを意識して平行でホールドを組んでいきます。でこの時にホールドは男性の基本は左の肘と右の肘が同じ高さになるように意識をして、左の手首は上に、右の手首は下に、このような形をとってみましょう。これが男性です。女性は少しだけ、男性と違った部分がありますので、ちょっと女性の方に、奈良の方に説明をしてもらいたいと思います。